皆さんこんにちは、井上紀博です。今回はですね、アーリーリリースの修正方法をお伝えしたいと思います。まずアーリーリリースがなぜ起きてしまうのかというお話をしたいんですけども、皆さんの多くはアーリーリリース、ご自身のイメージと反してクラブが先になぜ落ちてしまうのかっていうことをよく質問を受けることが多いんですけども、これはクラブと手元の高さの関係性が非常に重要です。クラブというのは手元が下がってくると下がる、手元が低い位置にあればクラブは高い位置で保たれる、逆に手元が上がってくるとその重さでクラブが落ちようとして、これがアーリーリリースの原因になります。なのでご自身の手に力が入ってて意図的にフェースを返すようなクラブを下ろすような動きの方もいらっしゃいますけども、手には力入れてないんだけどもスイングを取るとクラブヘッドの方が先に落ちてしまうというのは手元の高さに問題があるというふうに考えていただければいいかなと思います。そこでその手元の高さを修正する、アーリーリリースを修正するドリルとしては、まずボールをに対してアドレスを取って、実際にボールは打たなくても結構です。バックスイングをしていきます。でその後にクラブヘッドではなくて手元を低い位置に持ってきます。でこの時に注意したいのはご自身の体も一緒に地面の方向に近づけるように沈んでいってください。でこれでちょっとずつですね、スイングのダウンのスピードを上げてきます。でこの時に必ずクラブヘッドというのはヘッドスピードが速くなればなるほど落ちようとするんですけども、そこを自分の体もしくは手元の高さを低く低くというふうに、こういう形で少しですね、落とさないようにこらえるという感覚をダウンスイングで身につけてください。でこのドリルを継続して行うことで動画で、ご自身で撮っていただいたときに少しずつですね、手元が下がってきてクラブから動くというよりもクラブが後から降りてきてアーリーリリースを防ぐような形に入ってくると思いますので、少しきつい練習方法ですけども続けてやっていただければと思います。